南海汽船所属貨物船栄光丸7500トンは8月13日19時5分北緯24度東経141度2分付近において遭難。連絡中です。原因不明。第3管区第4管区所属 PM は出動準備を完了。待機せよ。いや、誠にいろいろどうも。いきなり原因は全く不明。せめて製造者があるとかないとかぐらいの見通しもつかないんですか。はい、とにかく明朝までお待ちください。ヘリコプターも出動していますし、神津と式根も現場へ急行中ですから、その報告を受けてからでないと何とも申し上げられません。あのね、もっと捜査の船を増したらどうですか。2隻ぐらいじゃどうにもしようがないじゃないですか。いや、決して2隻だけに任せておくというわけではありません。全力を挙げて捜査は続けていきますから、その点ご安心ください。どうもこうもね、いきなり海が爆発したんだ。爆発？とりあえず漁船に救助された3名は大戸島へ入港しますので、早速こちらから巡視船小鷹を派遣いたしました。どっちの乗り組みいいんでしょう。栄光丸かビンゴ丸か。目下問い合わせ中ですから、まもなく人命も判明すると思います。3名でも生存者がいてくれて何よりだ。これで事故の原因もつかめるでしょう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どうしたんですか。信じられん、全く信じられん。大戸島の漁船も同じ運命です。社会部デスク、あ、山根さん、山根さんですね。大戸島の漁船も選びました。都合3隻。そうです、え、そうです、同じ場所です。どんな情報が入ったか、どんな船だったか、大変だ。大戸島に向かった小田川はどうしたんでしょうか。普段から何もいなくなるのか。すぐだろう、ひっついてください。ちょっと待って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 
考えてもただのとじゃねえぞ。ひずま、あそこになんか流れてきた。あ、いかだだ。おい、いかだが流れてきたぞ。どうしたんだ。